皆さんにお届けしたこの太陽の煎茶夏ですね、こちらのお茶の入れ方を紹介したいと思います。で、今いるこの場所なんですけど、この太陽の煎茶夏を収穫した茶畑ですね、オブーではこちらを、天空の茶畑と呼んでます。本当に見晴らしが良くてですね、すごく眺めがいい茶畑になってます。これはだいたい7月の、上旬ぐらいに収穫した茶葉になります。で、こちらが前回5月にお届けした春に収穫した煎茶になります。こちらも同じ矢吹田の路地で収穫したものになります。でこちら太陽の煎茶春という名前になるんですけど、ちょっと茶葉を見比べたいと思いますね。春摘みになるので、これはだいたい5月の上旬ぐらいに、収穫したものになります。ちょっと大きさ、茶葉のこう大きさだけを見比べてもらいたいんですけど、全然違うんですね。絞り出しですね、絞り出しを使って入れたいと思います。でこちらにまずお湯を注ぎます。でだいたいポットからのお湯で100度近いお湯で大丈夫です。湯飲みにちょっとずつこう注いでいきます。で、絞り出しのお湯を湯飲みに注いで、空になったこの絞り出しの中に茶葉を入れていきます。で今回は 5g ですね。このパッケージから出してもらったらそのまま 5g の茶葉を入れていきます。こんな感じですね。でこの茶葉を入れた絞り出しの中にお湯を注いでいきます。で今回は、ちょっとあまり低い温度ではなくて、だいたい80度ぐらいですね。夏のお茶になるので、ちょっとすっきりと飲みたいと思います。なので80度ぐらいですね。少しずつ少しずつですね、入れていきます。で最後の一滴まで絞り切ってください。入りました。今回もすごく色が綺麗で、ちょっとこう黄みがかったすごく綺麗な色をしてますね。数色ですね。ちょっとやっぱり渋みもあるんですけど、美味しいですね。すごくすっきりとした、今回お送りさせていただいた9月のお茶ですね。こちらは、春夏秋と全部のシーズンのお茶が入ってます。でこれもぜひ飲み比べしてもらって、自分の好みのお茶っていうのをまた見つけてみてください。今日最後までご覧いただいてありがとうございます。次はまた12月の半ばですね、その時にまたお会いしたいと思います。どうもありがとうございます。こっちからこっちの風。